皆様こんにちは、ポータークラシックの菊池です。今日はステイホームの時間を楽しくする T シャツのカスタムプリントをご紹介していきたいと思います。まず届いたキットの中から一つデザインをチョイスしていただきます。今日はワンモアドリンク、こちらを T シャツにプリントしていきたいと思います。それでは始めていきます。最初に T シャツを平らな場所にセットしていただきます。でその時にプリントしていく時にインク飛ばないように、あの布地を下に引いていただけるといいかなと思います。中に生地も同封されているので、よかったらそちらもご注意してください。そしてこの板ですね、板、これをプリントしたいっていう場所にセットしていきます。でこの後にプリントしていくよっていう工程になっていきますので、はい、これでセットいたしました。次に選んでいただいたデザインのスクリーンを T シャツの上に置いていきます。でこういう風に角度つけたいとか、そういうのもこの時に調整してみてください。今回まっすぐで置いてみますね。で中に同封されているこのスキージっていう、この大きいのと小さいの、こちらのどっちかを使うんですけど、これはちょっと大きいタイプなので、こっちの台を使っていきたいと思います。でこうやって塗っていくんですけど、2回に分けてこっちで縦で塗るよりも、このタイプだと横から一発でいけるので、今回はそうやっていきたいと思います。でインクは今回この赤ですね、赤を乗せたいと思います。そして同封されているこちらのヘラ、これを使ってこの赤を乗せていきます。でこの時に、柄よりもちょっと広めに取ってください。そうしないと、擦った時にサイド横の部分ですね、エンドのこういう部分が足りないなっていうことになってきますので、そうならないようにしっかりと余白も少し持って入れてみてください。それでは擦っていきます。で擦る時にこの額がずれないように、お父さんお母さんしっかりとこういう両サイドを押さえてあげてください。で擦る時はここの角度がちょっとこういう風にまっすぐよりも斜めにしていただく方が力が入るので、そこを斜めにしてやっていきます。それではいきます。はい、ちょっと心配かななんていうのがあれば、もう一発ぐらいこうやってグッてやってもらっても大丈夫です。はい、それでは次が上げていくんですけど、その際は斜めじゃなくてまっすぐ上げることを心がけてください。では上げてみます。はい、入りました。はい、お次は流し場に移動いたします。でさっき使ったインクはまだまだ使えますので、無駄にしないようにこうやってちょっとさっきのインクを回収していきます。で最初に使ったこのカップの中にまた戻していきたいと思います。こうすることでまた2回目3回目と赤が使えますので、無駄にならないようにぜひ戻してください。お次はこの使っていただいたスクリーンのインクを落としていきます。でその際にこうやって優しく、色を落としていただけるといいかなと思いますし、そんなに強くやんないでも全然十分落ちちゃいますので大丈夫です。でちょっとここの汚れが落ちづらいなっていう、こういう箇所ですね、こういう箇所はまたスポンジで優しくやってあげてください。でこういったさっきの使ったスキージなんかも洗っていきます。これで綺麗にしていただいたらバッチリです。次にプリントしていただいた箇所をお家にあるドライヤーで乾かしていきたいと思います。
で温風で 1,2 分程度乾かしたらバッチリです。それではやっていきます。それでは最後の仕上げにプリントした箇所をアイロンで温めてしっかり色をのせたいと思います。で同封されているさっきも使ったこの布地ですね、これをプリントした箇所の上に置いていきます。さっきちょっと汚れちゃったなっていうのであればしっかり綺麗な箇所を使ってください。でアイロンを当てていくんですけど、だいたいコットンの温度ですね、中温になります。これを押し当てていくんですけど、ガサガサとやんないで押し当てて10秒したら上げる、また10秒そしたら上げる、この工程をだいたい4セット繰り返していただいたらしっかりプリントが T シャツに乗ります。ではちょっと見ていきたいと思います。はい、しっかり乗りました。で最後にさっきまで引いていた下地となるこちらの木の板ですね、これを外してプリント T シャツの完成です。で洗っていただく際、これは1日くらい置いていただいたらしっかり色も安定しますので、洗いたいなという時はまず1日置いてください。でこの工程ですね、今の工程をまたここにプリントしたいっていうのを何回も何回もやっていくにあたって、さっきまでのが1セット、そしたら次のプリントをいけるというような形になりますので、これでステイホームを楽しんでください。以上になります。ぜひ楽しんでください。皆様いかがでしたでしょうか。これをきっかけにおうち時間を楽しんでください。引き続きポータークラシックニュースをよろしくお願いします。それではみんないくよ、せーの、またねー。